はい。おはようございます。おはようございます。はい。今日も始まりました、えー、ユニークキャリアラウンジ。えー、このインタビューは、えー、ユニーク、アンダー29の方にいろいろなお話を聞いて、まあ、それぞれ皆さん、まあ、ユニークな人生が来ていると思うので、まあ、そのお話を、まあ、視聴者の方が聞いて、まあ、自分の人生に当てはめていただいたり、まあ、全然私と違う生き方しているけど、この生き方ヒントになるなっていうのをちょっと知ってもらうということで、えー、行っているインタビューです。 で、これ、えっ、ー、と、もう4、5年前から行ってて、今日は、え百、ー、927人目のゲストとなります。えー、で、今日の、えテーマは、えー、どんな選択も自分で正解に変えていける行動力は大事。えキッズ・ハピリエ、プリハタ・サキさんに聞くユニークな生き方、働き方ということで、えー、行っていきます。じゃあ、プリハタさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 じゃ早速なんですけど、振、はい、畑さんの方から、えー、自己紹介を軽くお願いいい、ししてもよろしいですかはいえっと、改めて、えっと、キッズ・ハピリエの代表しております、振畑咲と申します。えっと、私は、えっと、キッズ・ハピリエの授業内で、えっと、ベビーシッター授業を、あのー、行っていて、あのはい、今月でちょうど4年目に入ります。はい もともと保育園で働いていて、まあ、自分の働き方を変えたくて、ベビーシッターに転身してから、あの自分であのスタートアップとして事業化をしている、うん、今、ま、最中です。はい、また後々あのゆっくり話せたらと思うので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにその、キッズ・ハピリエっていうそのお名前の由来とか、どういったりでつけてるか、ね、聞いてもよろしいですかあもちろんです。 はいまあ、キッズはまあお子さんなんですけど、はい、結構まあ対象が、まあ、0歳からの子もいるんですけど結構小学生の子とかも見るので幅広くキッズにしてあのハピリエはあのリエっていうのがあのフランス語でご縁っていう意味が<ー>リエンっていう字をもじ、あのー、<い>って <laughs> あのリエっていうふうに訳してるんですけどなんか私の中ですごい一人ではこう 何もできないといとうかあのみんなと一緒にいろいろやりたいご,いご縁をすごい大事にしているところがあって、はいはい、そういうなんかあのハッピーなこう温かいご縁があの巡り巡ってその子どもたちにあのいい影響、はい、<laughs> いいこう力になれたりとか親御さんの力になれたりするのもこう私だけじゃなくてこうみんなのご縁があっての,あのハッピーリエっていうところを。はいあの なんだろう願いたくて <laughs> あのキッズハピリエにしました。おおありがとうございます。そっかお名前にそんなタイミングあったんです。あ、そうなんです実は。うん、<laughs> ありがとうございます。はい <laughs> そ、ね。そうです、ね。じゃあフリハタさんのえっ、ー、と今までの人生の天気に沿って、はい、えっといろいろお話聞いていきたいと思います。はい、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、えっ、ーえー、とちょっと事前にあのフリハタさんにはあの、ね、今までにあった天気抜粋してちょっと紙に紙というか。 フォームに書いていただいているうん、うん、そちらをもとにインタビューを進めていくんですが、ちょっとその前に、あのーまあ、天,気の天気が二十歳から始まっていらっしゃるんですけど、うん、まあその前の、えーまあ、子供時代とか、まあ、どこ出身でどんな感じなのかというのをちょっとお伺いしたいなと思っています、はいはいえ。出身は長野県でいらっしゃいそうです。出身は長野県です。はい、長野県の、結構広いですけど、<laughs> <laughs> けどこ <laughs>、えっと本当。

そうこの周辺でずっと住んでて、はい、少し住んでて、うん、感じです。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに子供時代というか、どんな感じのことしてたのか、周りからはどんな子だとか言てたとか、そういうのありますうん、子供時代は、はい、でもあんまり今と、まあなんか、ぱっと見は変わ,ら変わらないというか、結構なんかはあの、結構元気、明るくて元気っていう感じの子供時代だったかなって。 自分でも思ってて結構、なんかいろいろ前に出てこうやることが好き、ちっちゃい頃から好きで<ー>あの、児童会入ったり、生徒会入ったりとか、部長したりとか、<ー>う何かやるときに結構手を挙げてやりたいタイプ、うん、で、結構積極的にいろいろしてたと思います。お積極的だそうですねね、はい <laughs> ちなみに、その部長って何部の部長してたんですかえっと、高校の頃、私演劇部入ってて、はい。あ、演劇部、はい。そうです。演劇部の部長してました。高校生の頃は。えー、はい。結構演劇部、意外って言われるんですけど。え, <laughs> え、意外なんですかいや、私は、<laughs> あ、やってそうって思いました。あ、やってそうって思いました。はい <laughs>、えー。え、演劇は高校からってことですか演劇は高校からです。え,ーえ どうしてと演劇が好きだったと思いますうーんなんかなんですかねなんか一瞬小学校の高学年ぐらいの時になんか、はい、役者になりたいみたいな思ってた時があって、はい、全然あの一緒なんですけど。<laughs> でまあなんかなんとなく、はい、でも別に夢もわからず中学生になって高校入ってなんかこう力を入れてる。 部活に入った方がいいよっていうふうに、うんうん、あの親から勧められて、調べたら。結構演劇に力を、こう歴史的にこう力入れてる部活だったので。はい、あの新入生の歓迎公演か、見に行って、うんうん、すごい、わ、すごいと思って。えー、私もやってみたいと思って、演劇部に入りました、うん。え、演劇部では。なんかいろいろその。 まあ主役とか、化役とか、あとまあ裏方とか、いろいろあると思うんですけど、井端、うん、さんはどういう役柄を演じることが多かったんですかえー、でもいろいろ、本当いろいろ、女性の、なん、はい、だろう、結構、台本も結構、なんだろうなマイ、マイナーというか、結構、その役柄も何、難聴難聴の女の人とか。えー、<laughs> 一番最初がそうだったかな。 なんかコントみたいなのするの好きで私。<laughs> なんかお笑い、はい、お笑いコントするの好きで。はい、なんか彼氏とその女役が私で幽霊のお父さんがいて。私が幽霊のお父さん見えてなくてみたいな。はい、そのなんかでかコントするみたいなのとか。 <え>しました。なんかイメージできないですね。うまく説明できない。<laughs> 彼氏の方は幽霊のお父さん見えてるんですか見えてて、はい、そう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 、なんかツッコミを入れたりとかして、<laughs> なんかボケるひたすら、なんかボケが多かったかも。なんか <laughs> ボ,ケボケ役だったボケ役が多かったです。へぇ。なんか設定がなんか面白いです、うん。うん、面白かったです。で部長をされていたと。そうですね、部長して。 なんか部長だとなんかその役を演じる以外にその部のいろいろとかやらなきゃいけないんです。そうですなんかちょうど私が入った時は先輩が結構いたんですけど、はいはい、私の代が四人入って二人辞めて結局その二人しか私の代いなくて、<ー>でその一個下が一人しかいなくてまさかの急になんかもうどうどう公合格寸前みたいなふうになっちゃったって。はい 結構試行錯誤して、うん、あのー、なんだろうな、募集っていうか、新入生の募集して、はい、10人、十数人入ってくれたのかな<ー>入ってくれて、はい、結構、なんか,かい、改革みたいな感じでしました。改革って、例えばどんなことしたんですかえー、まあ、なんかその、募集の仕方その新入生関係の、 あのなんだろうなあの体育館に集まってこういろんな部活が一気に紹介部活説明する時に、はい、説明の仕方たをなんかず,ずっとなんかすごいあ,のあんまり楽しくなさそうな,なんか紹介の仕方をなんを伝統的にずっとやってた。それをちょっとかかえ変えたりとか。うん、普通にも普通に割と別に 演技をしたわけじゃなくてでも普通に喋ったんですけど喪草、はい、をしったりとかかなもそれぐらいあとはでも初めてだったのでそうやってこう引っ張っていくみたいなのが結構難しかったです、はい、なんか1 2生いっぱいいたから試行錯誤しながら、うん、でもすぐにこう文化祭でもう引退だからあんまり期間は短かったんですけど。 なんか一生懸命やってました、すごい。<laughs> え、なんか大会とかは出なかったそういうのはい大会も、あ,<る>あのーあ、あったかん。大会でもそんなになんか大きい大会っていうのもなくて。はい。感じです。ありがとうございます。うん、いますはい。でもなんかすごいですね、その後輩がまさかの一人のところから、一年生が十数人いって、だいぶ入りました。 ねえだいぶ、はいちら、そうですね、なんか、あすごいでも、面白いなって思いますそういう、なんか、集客じゃないですか、今振り返ると、<ー> <laughs> なんかそういうのとか、自分の、なんか熱を人に伝えるみたいなかうんか、うん、すごい面白いなって思ったのをすごい覚えてます、なんか。 次の話題に行きたいと思うんですけど、はい、えっと。そのいきなり人生の転機がどん底から始まるのは、ちょっと個人的にびっくりしたんですけど。あ、はうんうん。その最初、保育園に勤務された。そうです。その辺が結構大変だった。その辺が結構大変で、あの、はい、まあ、高校。で。まあ、それなりに、あの、部活も勉強も頑張って。で、まあ、次に大学は、あの、地元の専門、短大入って。はい。 でそこでも結構いろいろなんだろうな活動とかあの勉強とかも結構頑張って実習実習とかも行って、うん、であの公立の保育園ってなかなかその時って倍率が高くて通れないくて、はい、で、まあ、でもそこで運よく受かって。 すごいやったーってなってこうう自分の中で自己肯定感がすごいこう上がってる時、うん、上がって社会人になれるぞって言ってあの公務員すごい親がすごい進めてきてた公務員なだった、うん、って言って <laughs>、はい、やったーってなってたのがなんかその新卒に入った保育園で一気になんか本当に一気に崩れたみたいな感じでした。はい <laughs> えな何があったんですか一気に崩れる保育園で、えっと、3歳児クラスの年少クラスの担任を、はい、あの子供19人のクラスだったんですけど「<お>あの担任の先生ね」って「あなたは担任ね」って言われてポンって任されて、はい、結構それもびっくりだったんですけど他の同期の子たちは他の園に散らばってる子たち、まあうん、結構あの 未満児さんゼロから二歳児さんって複数で担任持つ<ー> 1>, 1年目ってだっけそれが多いんですけどなんか私の配属された縁が、はい、謎になんか1年目に年少を持たせるみたいな,なんか変なこう <laughs> なんか伝統がある <laughs> 伝統がで入って、はい、えできるのかって思いながらもうなんかもう入それこそ3月の末ぐらいからもう。 あの準備クラス準備があるからって言って早めに働き始めたんですけど、はい、もうそっからなんだろう,もうその時点で全然帰れない時間で帰れないしなんか自分であのこれ買って家で作ってきてみたいなお<ー> <laughs> じ自分の自腹で自腹でなんか連絡帳の,あの言えるウォールカバーみたいなウォールポケットかウォールポケット 布を買ってきて自分ちでミシンで作ってきてみたいな,なんか <laughs> <laughs> ええみたいな感じだか,らなんかこれ子どもの名簿って名前これ全部書いてとか結構大変で、はい、で新、まあ、学期始まっても一、まあ、人だから何していいかよくわかんないしあ<ー>まあそんな状態だからなんかやっぱ子供もすごい落ち着かなくって。はい もうあっという間になんかクラス崩壊みたいになっちゃって、えー、<laughs> なんか夏ぐらいとか、本当にもう。保護者の方もなんか、さき先生、大丈夫みたいなてて。<ー> <laughs> すごい、こんな感じ。はい、なんかバタバタバタって一年終わって、なんか本当になんか泣きながら、実家に毎日帰ってた車で。<laughs> 一人暮らししてたんですけど、一応、諏訪で。地元が、実家が、そう、なんか別の,あの岡谷市っていうところに住んでて、諏訪のほんとすぐ近くなんですけど、うん、もう無理だと思って、泣きながら車で、実家にいつも帰って、行きたくないって言って、メスをしながら仕事行ってました、毎日。そこからスタートしましたね、<れ>20代。 うん、なんか、すごい伝統ですね。<laughs> 新人に演承で、えー、しかもあんまフォローもしてなかったっていう感じですかその話から聞くと。なんか、いや、フォローしてくれ、全くしてくれてなかったわけではないんですけど、はい。なんだろうな。特にその、結構クラス受験の中で、まあ何人か、 まあすぐクラスがわーってなっちゃったりとかしたんですけどやっぱ保育士が足りないから常にその専属で私のクラスに入ってくれるそういうなんかパートのまあ先生みたいなもうあの10月になって1人週4で入ったのかな<ー>週34ぐらいで入ってくれるようになって、はい、半年は1人でしたね、うん、1>, 1人でまあ横のクラスに先生がいたので。はい そうそう先生に、うんまあ、アドバイスというか指摘をもらったりとかの時、うん、に来てはなんかすごいいろいろ指摘ご指摘を受けてました <laughs> <laughs> なんか指摘っていう意囲気からするとなんか怒られてたんですかつつうん怒られてましたあ<ー> <laughs> いきなり3歳児19人と1人って結構 んか、はい、できる人は多分できると思うんですよね。<ー>なんかその私の,その同じ隣のクラスだった同じ学年の先生はもうそうやってやってきたって言って、はい、年少から1年目で入って年長まで卒園させて、うん、あの移動でこの園に来ててって言って、はい、だからでもなんだろうな私のなんか仕事の適性が本当になかったっていうのがでも正しいなって思いました一番。 なんかいっぱいいっぱ,いっぱい怒られたし、保育園もクラスも崩壊しちゃったし、保護者対応も、なんだろうな、一生懸命やったけど、やっぱりクラスがこんなだし、私の精神状態もそうなんだから、あんまりやっぱりうまく気づけなかった部分も、すごい反省もあるし、子どもたちにもすごい先輩に怒られないように子どもたちを叱ってしまうみたいな、<ー>そういうなんか、で、その後すごい自己嫌悪に陥ってとか。はい すごい子どもたちに申し訳なかったなって思うんですけど今振り返ると本当になんか私自身、うん、適性がなんか保育園で働くっていうところがやっぱ本当にゼロに等,等しいぐらいになくったなって思ってて。えー、<laughs> そんなになかった <laughs> なやっぱなんかすごい私丁寧に仕事をしたいなって。 はい、すごい思ってもともとこ保育士になったのも子供一人一人のやりたいこととか気持ちを受け止めて寄り添いたいからあのい寄り添えることがすごく嬉しくて保育士になったんですけど何<ー>だろう実際現実ってこう一人の子供いてたら18人ほったらかしになっちゃうって、まあ、先輩にも何,度も何度も言われたんですけど、はい、そうだから 保育士の仕事は一人一人に寄り添うことじゃなくてクラスを運営することだよって言われた時にすごい辛く辛いというかし,しんどくてえ何か何のために保育士になったんだっけみたいなそんな,なんかクラスを私は回したくて保育士になったわけじゃなくて子供たちの一人一人のこういうなんか得意不得意もあったりとか好き嫌いっていうところがあってその中でこう みんなのやりたいっていう気持ちを受け止めたかったけどやっぱり一人じゃ受け止めきれない現実もあったしうんなんかそこもなんか違うなっていうのを思ったのとなかなか保育園もあの昔からある仕事っていうのと結構あるあるだと思うんですけど、まあ、今は会社もあるかもしれないんですけどやっぱ同調圧力みたいなのとか結構あったり。 まあなんかお付き合い残業とかもいっぱい、早く帰ると鍵打ち言われるとかも全然あったし、うん、あなんかやっぱみんな忙しくて余裕がなかったんだろうなっていうのもすごいあったり、結構いや絶対パワハラでしょうっていうのがい,い, <laughs> <laughs> いっぱいあったしいっぱい、<laughs> だからなんかすごいみんな余裕がない中で、でもなんかそこに、うん、でも保育士って。 まあ、地方の保育園ってもあるんですけどやっぱりそこの業界がそこの働き方しか見えてないからもうこういうものってこうみんながこう洗脳されてるような感じ、はい、今思うと。私移動であの23の時にあの保育園から出て児童、はい、養護施設に移動になったんですけど保育園から出た瞬間に あれみたいな、なんか、<う>そこは何だったんだみたいなぐらい。でも、<laughs> 移動がなかったら、私も、こんなもんなんだって、近いってこんなもんなんだって思って、うん、多分もう、なんか、心がどんどんこう、分厚くなってって、多分ずっとそこにいたと思うし、はいね、あんまりちょっとなんか、ネガティブなことばっかり言ってもあれなんですけど、大丈夫です <laughs> なんか、すごい、そんな気持ちでした。 だからすごい自分にはこうまくそうやって世渡りしていくスキルもなかったしなんかすごい自己肯定感をこう結構高めにこう新卒で入ったっていうのもちょっとよくなくて一気にこう崩れてなんか自分的にこう気持ち的にまってたのもあったしやっぱ自分のやりたい保育自分のやりたい働き方ができなかったっていうのもすごい理想と現実のギャップがすごすぎて。 なんかどん底からのなんか、スタートでしたね。そう。あれちゃう。はい。理想と現実のギャップが。最初からっていうのは結構きついです、ね。そうですね。びっくりしました。うん、<laughs> でもなかなか今振り返っても。ないんじゃないかなっても、なんかそこ,こんなにしんどかったら、もうなんか大体のところできそうだなって思う。<ー>やらないけど。<laughs> <laughs> そういう,そう。しんどかった経験も、まあ。そういう意味では、うん。 役に立つ、じゃ、役に立つ。はい。そうです。ありがとうございます。えー、そうですじゃ、次の天気が、その、児童養護施設に移動となった。そうですね。で、右折に、あの、移動になって。そうですね。はい、私が希望して移動、なったわけじゃなくて。はい、多分、毎日、泣いてる私を見かね、多分、本部の人た移動。したと思うんですけど。 多分なんかその時はすごいあなんか保育士向いてないって本当に言われたみたいです,すごいなんか結構悲しみの中移動したんですけどでもあの実際行ってみたらやっぱすごい環境がまあそもそもホワイトでちゃんと時間で始まって時間で帰れるで人間関係もよくて同世代の,、うん、あの人6人メインで回してたりして。うん で不規則勤務だったんですけど泊まり回ったりとかし、はい、たけどでもあの3か月に1回12、はい、週間長いと2週間ぐらい長期の休みが有給で取れる職場で、えー、そがるそうなんんななですう <laughs>、はい、<laughs> 子供たちが3か月に1回入れ替わるん全員あ<ー>からその入れ替わるタイミングで不規則な代わりに、はい、あの長期休みになるシステムになってて。はい まあなんかせっかくまあそういう時間があるんだったらなん海外でも行ってみるかぐらいに<ー>軽い気持ちになって、まあ、仕事は普通に楽しく2年間やって、はい、やっていく中で長期休みの旅になんに一人旅に行くようになって海外に、うん、だそこも結構人生の転機でした。はい <laughs> えなんかフラット海外1人旅ってなかなかすごいなと思ったんですけどなんかえ海外は結構行ってたんですよ全然なんかパスポートもなんか、はい、持ってたあ全然違うなそのために撮り直したのかな<ー>そのために撮って全然海外も一、はい、回も足を踏み出したことがなかったんですけどはい。 まあ時間があるるし行ってみるかみかたいなな感じで、えー、でなんとなくこう吸い寄せられるようになんか行った感じ何か行って初めて行った国がマレーシアだったんですけど、はい、すごいそこでなんかえすごいマレーシアってこうミックスカルチャーでこういろんな人がこう混,ざ混ざり合って混沌としてるんだけどちゃんと調和が取れてる国っていう印象がすごいあって。うん はい、それがすごく自分の中ですごい衝撃をいい衝撃を受けてなんか保育園の働いてた職場ってみんな同じじゃないとはねられるみたいな<あ> <laughs> なんかこのちょっとそういう尖ったことをするとすぐに言われるとか、はい、みんなみんなと同じために帰んなきゃいけないとか先輩の顔見を見て勇気を取らなきゃいけないとかなんかそういう中にいたから、はい、なんかすごい。 そこにいる人たちが自由に、すごい幸せそうに、その時はすごく見えて、うん、なんか、すごい自分もなんか、それでいいんだみたいな、私で、ね、<ー>私私でいいんだ、すごい思わせてくれたのが最初のマレーシア。はいうん、で、あとはそれまでずっとなんだかんだ言ってこう、親がこうしたらいいんじゃない、あしたらいいんじゃないっていう。 のに、こう、まあ、レールに乗って、なんかこう、生きてきたところがあって、うんで、保育士になったのもそうだし、まあ、公務員になったのもそうだし、っていうところ、続けてるのもそうだ。うん、で、海外行くのも、すごい最初、お父さんに反対されて、危ないっで、えー。はい。でも、いや、行くからって、って言って、<laughs> ってその無理やりこう、行って、はい、初めてこう、自分の意思で決めていった。あ そうだったから、はい、すごいそれも行って帰ってきてすごいドキドキしたけど、うん、もうすごい楽しくて<ー>なんかそこからもうハマって三ヶ月後とも海外行ってました <laughs> めちゃハマってます、ね、めちゃハマりました <laughs> <laughs> え行くのは東南アジアが多かったですかもう今だかそうですもう東南アジアばっかりその時はお金もなかったので東南アジア にどんどん行ってましたね。まあでも、東南アジアがいいっていうのもあってすごい。なんかヨーロッパとかはもうちょっと自分の歳がこう上がって落ち着いたらいけるよなって思って。うん、なんか本当にバックパッカーみたいなのがすごい楽しくて。ええー。リュック持って、ゲスターハウス泊まってみたいな。ドみ、はい、取りで寝て、いろんな人と話してみたいな。なんか地元の屋台行ってとか、そういうのがすごい楽しくて。はい。いろいろ。 来ました、ね、で、うん、やっぱり海外で出会う日本人の人日本人宿とあの外国人の人が泊まる宿と半々でいつも泊まるようにしてて、うんはい、でも海外の人とも <laughs> 交流するしかやっぱ海外で会う日本人ってでも日本で会ってたらそんなに仲良くならない話さない人たちもやっぱ同じ国に日本から来て。 っったりするとやっぱ日本一周しているとか、うん、こうフリーで働いているとか、はい、こう自分の生き方をすごく貫いている人たちとたくさん出会いがあって日本、うん、海外での日本人の方、はい、そこもすごい刺激自分の中ではすごい刺激で、はい、あの保育園公務員っていう枠の中でしか生きてこなかった自分にとってはえそんなふうに生きれるんだとか え世界一周みたいなはいああもうなんか普通にこうやってる人たちと関わることですごい自分の世界観がバッて広がってすごい夢中になってた2324、うん、歳にとかは,、うん、はいありがとうございます、まあ、長野とは全なんかスケール的世界観は確かに違いますよね <laughs> 全然違いますね <laughs> うんありがとうございます ででその後なんか、バーコリーか世界一周かで悩んだってことなんですけど。そうなんです。で、はい <coughs>、海外にすごいハマって、うんうん、あもう私多分日本は合わないんだみたいな思って、なんか海外の方がなんか楽しいし、自分がそこにいる方が。いや、日本って合わないんだなって思って、<laughs> でも、出よう、出よう、出ようって思って。 <laughs> もう保育園にあのあれだったんですかその児童養護施設が2年しか任期がなくって2年経つと保育園に戻らなきゃいけないっていう<ー>絶対戻りたくないって <laughs> <laughs> 思って、はい、もうなんだろうそこに私の幸せはないというか <laughs> で全然その先は決めてなかったんです保育園に。 行くとかも全然思ってなかったし、とにかく海外に行ってみたいっていう気持ちで、お、はい、金貯めて、自分で、うん、で結局、悩んで悩んで、あのカナダにあのワーホリに決めて、行こうと思って、ビザも取って、はい、もう退職もしていくぞっていう時に、ちょうど2月ぐらいにコロナが流行りだして、<ー> 1>, 1、2月。 なってえコロナって何みたいなタイミング、はい、本当に入りだしたっていう時でまあでも大丈夫でしょうって思ってたらもう瞬く間に広がってなんか3月の末には飛行機が飛ばないって言われて、はい、えー、みたいな,なんかすごいみんな送り出してくれたのにえ飛行機取ってやめ,やめるのにみたいなで 結局、飛行機が飛ばないし、はい、最後、ね、まで、あ、飛行機がそもそも飛ばなかったんですけど、はい、なんとかして行けたと思うけど、でも行ったところですと、なんかもう家から出ちゃいけない状態だったじゃないですか、うん、世界中が。はい、だから仕事もないみたいな感じで、あの現地の人とかも言われたりとか、学校もずっと予約してたんですけど、はい、学校も1ヶ月ぐらい。はい、もう、あのもう行ってもいつ帰れるか分かんないし、そもそも出れないしとか。 言われてえっ、ー、ってなって、まあ、とりあえずしょうがないから見送らなきゃいけなくて、うん、そこがなんだろうなすごくまた落ちた時、はい、<laughs> すごい自分であの決めて自分で全部頑張ってやってきたことだったから一世一代のこう海外に出るんだったから、はい、その夢がこう立たれて。 で次の仕事も探してたわけじゃないから急にこう無職になってすごいなんか絶,絶望みたいな感じ絶望, <laughs> 絶望ででも4月で仕事探すにしてもなんか家から出ちゃいけない感じだったし、はい、えどうしようどうしようってなって1か月はすごいなんか本当悲しみの中1か月ずっと家にいて。 まあなんか英語を勉強するボーナスチャンスかなって思って勉強したりとかもしてたけどバイトバイトぐらいはするかと思ってあ、はい、<laughs> その中でも、まあ、ちょっと気持ちを立て直してえっとまあでも保育園に戻るつもりは全くなくてなんかもうやめたタイミングでもう,もう嫌だと思ってエプロンとか全部捨てて <laughs> <laughs> 全部捨てた <laughs> <laughs> でも あのとりあえずパン屋さん地元のパン屋さんに近所のパン屋さんで働こうと思ってパン屋にバイトで入ってまあ別に接客はずっとやってたから楽しいなと思ってやってたんですけどそこでなんか物足りなさをすごい感じる自分、はい、と、まあ、レジをずっとやってたんですけどあとはなんかパン屋さんに来る子供 かはい、子連れの親御さんにすごい目がいってしまう自分がいてマン屋さんって結構いろんなお客さんがやっぱ来てで子供がパンを触ろうとしてお母さんが「パン触らないな」<laughs> すごい怒ってるとか子供がすごいやんなきでマ、はい、イヤさんに来て、うん、お母さんがすごいイライラしてくるとかもう結構よく見かけててその時になんかななんとかしてあげたいみたいな気持ちにすごくなって。 でも私はりパン屋でレジにいて何もしてあげられないんだけど本当だったらちょっとだけでもお子さんお預かりしてお母さんにちょっと休んできて、まあ、近くでちょっと休んできてくださいってでその間に私が子供と遊んで子供の機嫌をくしてお母さんも休んでもらってお子さんを渡してあげたいなって、はい、すごい思った時にあでも今の私って何もできないじゃんって思って なんかその日に保育系の仕事を探してそしたらベビーシッターって働き方が出てきてベビーシッターって思ってまあでもそ,のそこは登録登録制のベビーシッター会社でもうお金もかからないしとりあえず登録だけでもやってみようかなって。 長野県にいてこの辺りにやってる人いないけど大丈夫かなとか思いながら、恐る恐る、まあ、面接したりして、はい、で、通って登録して、そっから私のベビーッターが始まって、はい、で、早速、意外とすぐに依頼が来て、ベ、はい、ビーッターとしてご家庭に入った時に、はい、なんかすごい楽しくて、 二時間だったんですけど、なんか二時間、男の子の兄弟二人を見てたんですけど、すごいなんか、え楽しいみたいな。えこれでお金もらっていいのっていうぐらい。で、まあ二時間、二人の子供と、お兄ちゃんと弟と、一生懸命その子たちがしたいことを全力で遊べて、子供たちもすごい楽しそうで、お母さんも、 終わってからすごい子どもたちの楽しい声がいっぱい聞こえてきてって言って本当に私もやりたいことできたので本当助かりましたって言ってまた来てくださいって言われた時に<ー>あなんか定食見つけたって思ってそこからすごい夢中になってベビーシッターを1年間1年10か月ぐらいかないガーってずっとやってでそれがもっとやりたいもっとやりたいって。 って気持ちになって、うん、えっとなかなかそのプラットフォームに登録してると結構その制限もあるあれはやっちゃいけないですこれやっちゃいけないですっていうプラットフォームから言われることもあったりしてあでももっといろんな親御さんの力になりたいなって思ってもっとできるかなって思った時にあ自分で独立してビビッター事業立ち上げて自分でやろうって思って、うん、自分で始めました。 すごいでも仕事が楽しくて仕方なくて、うん、で仕事が楽しすぎてワーホリのビザを捨てました、はい、<laughs> 途中で <laughs> <構> <laughs> 迷ったんですけど、はい、そう迷ったんですけど <laughs> なんか半年ぐらい経ってなんか行けそうな雰囲気になってたけどあ<ー>で,でも私今したいことってなんだっけって思ったら。 今はすごくベビーシッターの仕方が楽しかった海外に行くよりもそうでもちろんもったいないとか、うん、せっかくのチャンスがあって声もあったし自分も葛藤したけどでも今自分がやりたいことってなんだろうなって思った時に、うん、今もちろんタイトルでもあるんですけど、はい、まあ自分で正解に変えていけばいい話で、うん、今何がしたいのか先のことなんて考えても分かんないし。 うん、た時に今はベビーシッターの仕事が一生懸命やりたい日本でっ思ってビザを捨てて、はいえっと、ベビーシッター一本でやってこうて決めて、はい、そこからあの立ち上げまでガーッてやって独立して、うん、でそこからもまあ一生懸命ガーッてガ <laughs> <laughs>、はい、一生懸命やって 結構あの仕事も増えてきてで自分もいろんなことに挑戦するようになって結構あの、うん、ベビーシッターのそのオンライン講師講師の仕事とか<お>あのベビーシッターの仕事も増えてきてあの企業さんに営業に行って、はい、その企業提携とかも結構組んだりもした、はい、そうで自分が勝つプレイヤーとしてベビーシッター行って,って結構忙しくて、うん、でまああの なんだろう新聞とかにも出て,て出させてもらったりとかいろんなところに顔を出して人脈広げてっていうのを夢中でやっててあ体が足りないってなってあのリツアフレ立ち上げて半年後に読む委託っていう形で、はい、あの何人か保育士さんにお願いするようになって、まあ、だんだん自分がマネジメントの方に移っていければいいなと思って、はい、あーって。 それがおととしかおととし今年の12月から、はい、去年去年東京に11月からあの東京に来てもう一回授業を、はい、拡大してやってるんですけどうん、うん、東京に来るまでの間はずっと長野県で自分はほぼほぼマネジメントに入って全部業務委託の保育士さんにあの仕事をお願いしてうん、うん、っていうふうな感じでずっとやってました、えー なんかすごい危機的に <laughs> 変わりましたね、そのコロナがあって。コロナがあって。すごい変わります。自分のコロナがなかったら全然全く違う人生を歩んでると思うし、コロナがあったとしても、うん、なんか自分が海外に行くって選択をせたら、本当に全然今の形は絶対ありえないし。うん、でも 総じして今この選択をして続けてよかったなというのはすごくまっすぐに思う、うん、思います。そうです。まあそれこそ自分で選択に <laughs> 選択じゃない正解に変える感じなんです、うん。なんかあんまり先のことを考えないようにしててあえてというか自分。 の考え方もうちょっと考えて見通し持った方がいいよとか言われるんですけど何か思っててなんか未来のことって想像でしかないから分かんないじゃないですか何が起こるか。はい、大体あまりいい想像がしないしなんかこれで例えば私がワーホリに行かないって決めてこれからずっと行けなかったらどうしようとか。 もうそれもなんか想像でしかなくてわかんない不確かなこととでも今自分がどうしたいかっていうのだけが私はなんかその事実だと思っててで今どうしたいのかなって自分ですごい <laughs> 考えた時に、はい、これって選べたらそれってもうそれが正解。 そ,まあ、そこで正解かどうかわかんないけどそれを正解になったら変えていくだけでなんか今やりたいことをそのやりたいって気持ちが生まれることも素晴らしいことだしやりたいってみんなやっぱりね20代ってやりたいこといっぱいあると思うけど私も実際あるけど、はい、でも自分が20代前半でやりたいって思ったことが今やりたいかって言われて別にそうでもない。 ここにたくさんあってでもなんだろう今別に20代前半でや,やりたかったことをやりたいかって言われると別にやりたくないけどでもや,やんなかったことってなんかやっとけばよかったなって気持ちがずっと残ると思って、うん、なんかそれってすごい今やりたいって気持ちを芸ができるのって自分しかいない誰でもなく自分しかいなくて。 でしかもその後に残る後悔を残さないというか、はい、や,りやれるとこまでなんかやりきる、うん、でもそれって結構なエネルギーが必要だしやっぱ行動しないと駄目だけどでもそれができるのもそのやりたいって気持ちが芽生えた自分しかできないと思っててなんかそこのなんだろうなリミッターというか自分が制限してる、はい、その未来になどう起こったらどうしようみたいなのをすごいなんか。 払ってなんか自分で今やりたいと思うことにとにかく全力で向き合って、うん、それが自分が思い描いてた未来にならならいいこととの方が多いと思うんです実際今もそうだし私が<ー>やっぱりすごく海外に行きたい行きたいって思ってビザ頑張って取っていくぞってすごい思い描いてた私の海外ライフは断たれたし。<ー> <laughs> なんか東京に来たのも地域、まあ、を拡大できたんですけど、はい、でも自分の中ですごい大きい挫折もあって、うんなんか共同経営で一緒に行ってたこと解散経営不振で解散して<っ>で結構気持ちを病みながら東京に来たっていうのもか私は <laughs> <や> <laughs> すごい最近の話なんですけどそれは。はいえー、あったりして私はすごい長野県でキッズハペリエをもっともっと大きくしたかったんです。はいうん 本当はですごいその未来を想像してあ、はい、って全力でやってきたけどやっぱ長野県ではあのベビーシッターっていう文化がそもそも根付いてなかったりとかそもそも広げるためには人の価値観から変えていかなきゃいけなかったり行政の補助金とかのところを手を入れなきゃいけなかったりしてやっぱそれやりそれってなんかでも私がやりたいことだっけみたいなすごい考えてたら。 考えてるうちに経営不振になってお金がなくなってしまったんですけど、はいうん、<laughs> でも、はい、なんだろう思い描いてた未来、うん、今やっぱならなかったけどでも東京に来てすごく自分の価値を改めて再確認できたりとか、うん、ベビーシッターってやっぱりテンショ職だなって今マネジメントから一気にプレイヤーに戻って、うん、もうほんと週56でベビーシッターが行ってるんですけど。 でもやっぱり自分がその働く中でやりたいことって何だっけっていつもやっぱ考えてて今何がしたいのかなって思った時にやっぱ今は私は東京でがむしゃらにヘビースターとしてプレイヤーとして現場に立って親御さんの力になってうんなんかでもちゃんと自分の価値を上げていきたいと思ってて自分のまあ価値っていうか時給 だったりとか自分の生活水準も、はい、自分がこの仕事を続けていくためにも上げていきたいなって思って今いろいろ挑戦してるところで、はい、でもちゃんとそのなんだろうな自分の価値を認めてくれて使ってくれる親御さんがいてで自分はそれ,それのサービスを一生全力でサービスをして対価をいただいて。はい 自分の生活に当てるっていうまずは生活の基盤をしっかり東京で立てたいっていうのが、うん、自分の中で今やりたいこと今はだから海外行きたいと別にないワーホリ行きたいとかもないしそうそう長野に戻りたいとかもなくて<れ>そう今は集中して現場に行きたいっていう時だからあんまりもう今は、うん、<laughs> 前までは結構あの表とか表に出て。 こうインスタとか SNS とか頑張ってやったんですけど、はい、今は違うって思ってやってるんですけど、うん、でもそれもすごい自分の中でいやでもこれで同時進行でこうできたらあの表に出ることもマネジメントとしてもできたらいいのになとか新しい企画とかはどんどん頭にも浮かんでてそうでそう次はこういう事業に拡大していきたいなとかもイメージはしてるんですけど はいうん、今はできるけど、まあ、そこはちょっと今本当今かっこ悪いというか今本当に自分の中で葛藤してる時で、うん、なんか難しいです何か何何がしたいのかなとか何ができるのかなとかやっぱ新しい新規事業を立ち上げるってなるとやっぱ自分のプライベートの時間が一気になくなるのをよく分かってるから はい、それも嫌だなみたいなでもやりたいなとかでもそれもやっぱ一つ一つの選択じゃないですか <laughs> そうですでも私は今はプレイヤーに徹するっていうことを今選んでる自分で今すごい思う、うん、まあ言い聞かせてる部分もある今は現在進行形ででも振り返った時に私はあの時それがしたかったからそれを全力でやってたっていう、うん、自分のそういう その時の自分の気持ちを最大限にこう尊重して全力でできたっていう経験と時間と選択が私は大事だなっていうのを自分が20代過ぎてすごく思うから本当に今,今,今自身も,もう選択の連続毎日が選択の連続だしこの20代って本当忙しいと思ういろんなキャリアとかも 仕事もだしライフステージもどんどん変わっていく世代ででも今自分がしたいことに全力で打ち込めるように選択をしてまあ本当にそうやってそれを正解に変えていけるその力っていうのも自分で育てていかなきゃ継続本当継続でしかなくてゴールもないしそうですね継続ねですごい思いながら生きて 生きてます東京で今は。<laughs> 選択う。うん。こちらにちょっと話変わるんですけど、うん、長野と東京ってやっぱ違うんです。全然違います。<じ>なんか、長野はやっぱりベビ,ビーシッター使うことにすごく消極的で。はい。うん。 なんかベビーシッター使ってたら怠けてるって思われてしまう<ー>そもそも親御さんがそうやって子育てを放棄してる罪悪感の方が多分勝つみたい、はい、だったりとか、はい、あの親御さんに市場調査インタビューしたりとか、うん、アンケート取ったりしてやってあこれ長野で無理だと東京来たんですけど。 やっぱそういう親御さんもいるしそもそもやっぱり働き方が地方田舎だとやっぱみんなこう会社員でとかパートで決まってるから、はい、なんだろう世帯まあもちろんこう富裕層の方もいるんですけどやっぱりなんだろうなみんなそもそも使っみんなが使ってないと使いづらいっていうそういうなんか周りの目を気にする文化もやっぱあるしやっぱ1時間 私、今、1時間2500円前後、2500、百円でやってるんですけど、はい、やっぱ自分の時給と比べると、そこまでお金を出せないっていう人がやっぱ多数いて、もう東京はすごいかって思いました、やっぱり。やっぱ、行くおうち、<ー>行くおうちがやっぱ、あそう、やっぱ、富裕層の方が多いんですけど、やっぱり。はい、でも、やっぱ働き方がすごい,多い、大きいから。 うんうん、スケールが大きい。はい、市場もやっぱり人も多いから、やっぱ使う方は多くて、やっぱ仕事を一生懸命されてる方、お子さんとか、ベビーシッター、慣れてるしも、もお子さんが。お子さんがやっぱ慣れてるし、親御 <laughs>、はい、さんも、私以外にもやっぱりいろんなシッターさんがこう控えてて、そのうちには。そうそうとか。はい。すごい。 皆さん自分の時間をお金で買うっていう感覚が、なんか、浸透されてる。やっぱ長野にはないなって思います。うん、長野で3年間やってきたけど、はい、難しいですね、やっぱり。うん、あの2000円 ?2000 円だったら使う人ちょこちょこいると思うんですけど、なんか、そうじゃないなって私はすごい。 思います難しかったですよ、もう自分の受給設定みたいなのも。確か,確か、まあ、経営を回すっていう観点でも結構いろいろ考えなきゃいけないです。すごい考えて、そこは本当にこの自分で事業を立ち上げ、はい、っていうか、ベビーシッター始めて4年目 ?5 年目になるのかな、うん、もうこれで。あの、自分で事業とキッズハピリは4年目で、はい。ベビーシッター始めたら5年目になるんですけど、すごいなんかもう、 たくさん痛い目見て勉強しました。なんか自分で。うん、<laughs> すごいお金使ったし、なんか自己投資、自己投資。そう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 。うん、したりとかして。はい。はい、いう感じで、今は、うんで。今も何が正解かなんて分からずにやってるんですけど、今、今の自分の気持ちとかを大事に。 しつけたいなって、まあ、私が本当に今これだけ頑張っててもあもうやめて違うことしたいって思ったら多分ここに行きたいと思うし <laughs>、はい、でもそれって結局手放すものももちろんあるけど手放さないと入ってこないものもあると思ってうん、うん、それもまあ選択だなって、うん、そうすいません選択です <laughs> 思いますなんか本当、はい、そう選択 は、なんか大事、なんか思い切った選択って結構大事だなって思って。そこはなんかでも今回、すごいこうやって自分にもこう言い聞かせられて、すごい良かったなって思いました。ありがとうございます。はい、こちらこそ。ちなみにその、まあ今はその現場でってことなんですけど、うんうん、その、 まあ、自分の生活とか水準を上げていくために、まあ、いろいろ挑戦されてるって先っお伺いしたんですけど、具体的にはどういった今チャレンジをされてるんですかえっと、今の、ああ、水準。えっと、はい、まあ自分の時給を、まあ、上げて、<れ>ちゃんとそれをあの手に取ってくれる親御さんと、うんその、例えば定期とか、定期で依頼もらってたりとか、<ー>かな。今 ちょっといろんなプラットフォームにあの自分を出してて、で、ケ i d s h a p の個人のホームページっていうやってるんですけど、はい、本当にた一番高いと3600円と1時間で。うんまあ、それで、なんか親御さんがサービスにこう満足してくれて、はい、お金を払ってくれて、すごいことだと思って。そこと、あとは結構私は、なんだろうな、周りが、 こうやりたいってなると周りが見えなくなって一生懸命没頭して働きすぎて気づいたら疲れてるっていうことがすごいよくあるのを、あのー、今年は、まあ、なんだろうちょうどバランスよくなんか働きたいなって思っててうん、うん、バラんだろう休みなく働くっていうのは結構ずっとしあってたんですけどそれと結構自分の体力も。 なくなったりとか帰ってきてからすごいこう気づいたらストレスがすごい好き大好きな仕事だけですごいストレス溜まったりとかねなんかもちろん体調崩したら仕事できなくなるわけで <laughs> なんかちゃんと今挑戦してることはしっかりと自分の時給というか価値をちゃんと上げること上げてそれを絶対なんだろうな下げないえ <laughs> 下げ下げ低い仕事は捨てるみたいな<ー>思い切っ,って,てそうそう、はい、捨てるで上しか見ないっていう答え方今挑戦してるのと、うん、あとはちゃんと週休2日取るっていう<ー> <laughs> <laughs> で今はちょっとできてないんですけどちゃ、はい、んと仕事も6時間ぐらい1日6時間ぐらいでやめるとかね <laughs> <ー> <laughs> でちゃんと、はい、あの自分の年収を 目標まで上げるっていうところ。うん、土台がしっかりでき、でも今結構それを意識してやり始めてからすごい思うのは、はい、すごい土台ができたら、それこそ何でもできると思って、新しい事業とかも今考えてるのが、はい、やっぱ長野と東京今2拠点の授業なので、長野にも私は結構思い入れがあるから、なんか東京でしっかり自分の生計が立てられて、土台ができたら、 まあ,ある程度、長野にベビースター文化が広がるまで、その投資、うん、自分から進んで投資できるぐらいの経済力が自分にあれば、長野でも頑張れると思ってて、うん、まあ長野で私が動かないにしても、長野で働くベビースターさんの時給が上げられる。から、それって、すごいいいサイクルじゃないですか。時給が上がったら人が増えるし、人が増えたら使う人も増えるかもしれないし。なんかそういう。 なんか私もいいし働く人もいいし親御さんにとってもいいみたいなで結局ベビーシッターって別にすごくいい文化だと私は思っててだからそういういいものを広げていく力は自分に力がないと無理なんだっていうのをすごい長野で挫折してすごく思ったので、はい、そのためにもちゃんと自分の価値を上げることとちゃんと自分の休みを取ることと自分が 人々にならない働き方をした余裕のある働き方をした上で、はいうん、なんだろう社会貢献みたいなところでなんか地元の長野県になんか来年度ぐらいを目標にこう返していきたいなっていうのはすごい思ってて、はい、そのためにもなんか日々挑戦だなって思って。 来年度があるんですもう結構今年頑張って土台できたなって思ったらなんかそう一個温めてるその企画があって、はい、そ,うそれを来年度長野でやりたいって思っててそれもやっぱ自分の時間に余裕があるその休み休日にそれをやりたいって思ってて私はとりあえずねそ,<う>その企画。はい 東京の家族、はい違う、東京のお子さん、都会に住むお子さんを長野に連れていって、はいえっと、長野の自然いっぱいなところで、そのキーツキャンプみたいな、<ー>ネイチャー、<え>そうそうそう、自然にいっぱい、こって自分たちであのちゃんとあのテント建てたりとか。はい まあ、釣りしたりとか分かんないですけど、キノコ取ったりとかして、自分たちでご飯作ってみたいな経験を、東京の都会のコメインに来てやってほしくて。うん、私、長野県であの、温泉旅館とかと提携してやってるんですけど、ビスタサービスを。旅行、ほれて旅行に来て、なんだろう、夕食の時間とか、お風呂入る時間に<ー>子ども預かるサービスしてるんだけど、 なんか今それってこう受け身のサービスだから、えっと、その旅館さんともなんか企画としてこう出したくて、都会の家庭に発信して、家族で来てもらって、子供は子供で、子供たちで自然いっぱいのところでキャンプ、自然体験して自分たちでできるっていう力をつける。親御さんには、 それを口実にゆっくりしてほしいと思って、私は。うん <laughs> うんうん。あくまで私の視点、プイシターやってる視点は、はい、親御さんにフォーカスが一番当たってて、おと親がご機嫌だと子供が嬉しいっていう、ケツ、うん、ハピリエの、なんだろうな、テーマなんですけど、大人が笑顔だと子供が嬉しいっていう。はい、からとにかく大人にニコニコしててほしくて、私は。大人っていうのは親もだし、保育士も。 親も保育士ももちろんその周りの大人も全員なんですけど、はい、大人にとにかく笑ってほしいから大人がいいと思うサービスをしたいんだけど、うん、やっぱりその預けることへの罪悪感とか今言ってるベビーシッター東京のお家もやっぱり皆さん休んでるわけじゃなくて働いてるんですよね私に預けて<ー>だからなんか休んでほしくて <laughs>、はい。 なんかでもみんな自分のために休むためにお金を使うっていうのはあんまり少ない、はい、やっぱ東京でもまだまだだし日本自体国自体が休むためにお金を落とさないから働くんだったらいいけどねみたいな感じで <laughs> 国が補助を出すから <laughs>、はい、私はもっとなんか休んでほしくてみんなにでもその休むことに罪悪感があるんであれば その子供がいい体験をしてるっていう口実あくまで口実です私の思うのは、はい、にして親御さんはまあ子供の付き添いできてついでに宿に泊まって親の素敵なお風呂に入って夕食ゆっくり夫婦でちゃんとゆっくりおしゃべりしながら味わって食べてゆっくり寝てでそういう一日をなんか。 本当に一日だし、継続的なんだろう、日常ではないけれど、そういうところで私は力になりたいなって思ってて、もちろん子どもたちも楽しんでほしいし、そこに関わる保育士も楽しんでほしい。こういう保育園以外の働き方があるんだっていうのも、ちょっとずつでも広めていきたいベビーシッターの働き方。はい、ベビーシッターにこだわらなくて、本当にフリーの保育 保育園じゃない働き方っていうのを私は何、うん、だろうな自分の人生に取り入れてすごく豊かになったんだけど保育園で働いてるうちは、はい、すごい自分は何だろう保育園でしかこの資格を生かせないって思ってたからそ,そうじゃないっていうのも保育士さんにもほ、まあ、本当にゆくゆくのゆくゆく輪になるですけど、はい、<laughs> まずは自分がまだちゃんとできてないから私が。 まずは自分の生活の基盤とか水準がしっかり土台ができた上で、うん、次は親御さんにしっかり還元していく。うん、でその先に保育士のそういう働き方の多様化とかそういう需要とか幸せっていうのがあるんだなっていう、うん、その幸せにできる順番みたいなのもやっとなんか分かりましたね<ー>自分の中で。 なんかまとめてあの人もこの人もみたいな思った時期が去年あったんですけど <laughs>、はい、今はなんかいろいろいい意味でもこう諦めてなんか捨てて <laughs> 今は自分でもって思ってうんなんかそのこれから先幸せにできた幸せにできるためにも今は集中して自分のことを幸せにしなきゃいけないなって思って、うん、なんだろう 何もしてない、社会貢献的なことは別に何もしてないです。何もってことはないと思いますけど、<laughs> 別にしてなくて、<laughs> でもこれからできたらいいなってすごい思ってます。うんうん。ありがとうございます。かはい、いなんか先のことを考えてないっておっしゃってますなんかそういう意味ではなんかすごく考えてるなって話聞いてて思いました。うんああそうか考え そうかな考えられれるようにななてきたのかもしれないですちょっとずつやっぱりいろいろ経験して、うん、でも痛い目見るってすごい大事だなって思いましたすごい痛い目はい <laughs> いっぱい挫折して強くなっていくんだなって、はいうん、挫折のたびになんかすごい強くなってケツハピリは今4年目ですけど、はい、結構アップダウンが激しくて挫折ばっかりしてるので <laughs> 強くなってきたなって思います、うん ありました。ござす。いや、結構その、このインタビュー、まあ、保育士の方とか見たらめちゃくちゃ参考になるなと思ったんで、うんうん、そういう意味でも <laughs>、まあ、インタビューとか記事とかいろんな方に、<laughs> はい、なんかその、そうです。フリハードさんの考えとか知ってもらえたらいいなと思いました。ありがとうございます。<laughs> はい。そう、ちょっといろいろ。<laughs> はい。ちょっと伸ちゃはい、ちょっと伸びちゃいましたけど。<laughs> はい。いやでも いい話、朝から聞いて、今日は良かったです、えー、はい、こちらこそです。ありがとうございます、はい。じゃあ、このところで一旦終了にしたいと思います。はい、はいえー、本日は、振り畑さん、振り畑さきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はい、失礼いたします。